ブラをつけるときとか、触ったときに、あれ？なんかやっぱしこり、まだあるな。皆さん、こんにちは。現代のもののけ姫こと、まこです。今日はですね、乳がん検診してますか？っていうお話をしたいと思います。私ね、しこりがあるんです、胸に。気づいたのは、でも20歳くらい。なんかまあ20代前半のときに、こう、ふと、なんだろう、触った時にね、なんかあれ、しこりあるなーって思ってたんです。まあでも、なんか、まあ、20前半だし、よく乳がんってイメージね、こう、子供を産んだ人とか、年齢が上の人のイメージだったから、20代前半で別に、これ乳がんとかじゃないよねー、みたいな感じで、さらっと流してたんですよ、なぜか。まあ、行くのも恥ずかしかったっていうのもあると思うんですけど、あんまり気にならなくなってきて、で、またふと、最近ね、ブラをつけるときとか、触ったときに、あれ？なんかやっぱしこり、まだあるな。しかも、イメージ、昔よりちょっと大きくなってる？みたいな。なんかこんなに大きかったっけ？みたいな感じだったんですよ。で、もうすぐ調べるじゃん。ネットで乳がん、しこり、特徴みたいな、まあ、触って大きさも結構あったけど、そのしこりの、なんていうの、硬さとか、そういうのはあんまりこう乳がんですっていうそのしこりには当てはまらなかったんだけど、それでもやっぱりもう33の年だから不安になってきて、初めて乳がん検診に行ってきました。よく子宮頸がん検診ね、は今女性だと来るんですよ。ちゃんとハガキが、まあ、市によってもしかしたら違うかもしれないけど、その補助があるから子宮頸がんの検診行ってくださいねとか、まあ、会社勤めしてる方々は普段からその健康診断の中で乳がん検診やったりとか子宮頸がんの検診やったりってあると思うんですけど、私もまあフリーランスになって、やっぱ自分で健康診断行かないといけないっていうのがあったんで、すごいおろそかにしてました。初めてクリニックに行って、やっぱこう、はい、脱いでくださいって感じですよ。まず、もう上半身ブルって脱いで、で、男性のお医者さんから、もうこんな感じでめっちゃ触られんの。いや、恥ずかしかったけど、でもそのお医者さんは、もう何千人の人のおっぱいも見てるわけだから、まあ、あっちの人は別に気にならないんだろうな。でも自分恥ずかしいなって思いながら、こういう風に触られ、ではここだね、みたいな。ここにしこりがあるね、ってなって、ここ触られて、エコーを取られて。一応、まあ、しこりがあるし、サイズ感もまあ、小さいわけではないから、マンも取りましょうっていうので、この胸をこう、グッて挟むやつを初めてまたやったんです。で、車椅子だとっていうか、怪我する前もしたことなかったけど、結構グッと機械に押し当てないと挟めないから、車椅子でも、高さ的には大丈夫。で、まあ、腕上げれない人はちょっとサポート必要かもしれないけど、まあ、私の場合は自分で腕上げて、ちゃんとこう胸が挟めるように、検査することができました。で、まあ、結果がこちら。なんか赤ちゃんのエコー写真みたいだけど、これがね、私の、しこりなんです。この真っ黒いのがしこり2つっていうか、これがしこりなんですが、まあ、だいたいこれ何さ、3.8センチって書いてある。3.8センチ？結構でかいね。3.8センチ？ちょっとわかる人はぜひ見てくださいっつって。でも結構大きいなっていうのは思ってます。約4センチもあるかなって思うけど。まあ、そんな感じで、じゃあ何だったかっていう話だけど、乳がんではなく、線維腺腫っていうものになります。まあ、乳腺の腫瘍ですね。で、これは結構若い思春期の頃からなる人が多くて、別に悪性のものではないんです。まあ、これからすごい悪くなるっていうことは、悪のものになるっていうことは基本ないんだと思うんだけど、まあ、まずしこりがあるっていうことから、やっぱり定期的に乳がん検診はしてくださいっていうお話でした。なので、
だから自分でちゃんと、で今若い子も乳がんこうなる人もいるから、そういうことを分かった上で自分でやっぱりこうたまに胸をこう触って、だいたいこのこら辺からね、こら辺からこういう風に触ってしこりないかなっていうのを定期的にお風呂入った時とか確認するのは大事だと思います。で、まあ、私車椅子になってから、あのやっぱりこうクリニックとか行きにくいなって思ったの、入れるかなとか。で去年、一昨年か、一昨年は子宮頸がん検診をその 4,5 年ぶりにやったんだよね。でその時も台に乗り移ってまたパッカンって開かなきゃいけない、そういう動作があるけど、でもいるのは看護師さんだし、まあ、婦人科といってもお医者さんだから、そういうところはサポートしてくださいました。田舎だから女性の先生とかを選べるそのクリニックとかそんなにないんですよ、数が。都会の方だと女性の先生とかを選べることができるかもしれないけど、ちょっと地元鶴岡はもうほぼおじいちゃん先生みたいな人しかいないから、基本的には選べれないけど、それでもでも自分の体のために子宮頸がん検診もそうだし、あと乳がん検診をやってない人はやってほしいなというふうに思います。やっぱなってからでは遅いし、もしなってたとしても早めに気づくことで対処できることがたくさんあると思うので、健康診断してないな、がん検診してないなっていう人はぜひがん検診考えて、というかちゃんと言ってください。まあ、私自身がやっぱりこの少し気がついてから検査結果が出るまで不安で不安で仕方なかった、がんだったらどうしようって悲しむっていうよりは、本当にどうしよう、どっちみたいな、がんなの、がんじゃないの、どっちっていう、そのモヤモヤがすごい生活してる中ですごい嫌だったの。だからもうどうせならやっぱりちゃんと検査して解決しよう、その方がすっきりする、そのおっぱい見せるの恥ずかしいけど、それよりも大事なことがあるっていう風に思ったので、ぜひ本当に今回この動画を見ていただいて、男性陣もね、あの奥様方、または家族、そして彼女まあそういうあの会話をぜひしてほしいなって。あれって、がん検診行ってんの、子宮がん検診行ってんの、乳がん検診行ってんのっていうことを、なんかそういうのもフランクに話せる、家族の中でそういう風な会話ができる、身内の中で、友達の中で、女子会の中でとかもそうだけど、うちらは、うちらっていうか誰うちらっつって、おいの私の友達同士とかは結構やっぱもう33とかになるとそういう健康診断の話するんだよね。でみんなは結構会社勤めだから、あの健康診断行ってる、で結構前から乳がん検診してるよなんていうことも言ってたから、あなんかやっぱりみんなしてるんだなっていうふうに思ったし、あそういうの聞くとやっぱりよりやらなきゃいけないんだなっていうふうに思うので、ぜひそういう会話を友達同士、まあ、男性陣は前立腺がんとかがねあると思うけど、なんかそういう健康診断行ってんのみたいな、行った方がいいみたいだよっていう会話をぜひ皆さんの中でしてほしいなと思います。そういう健康診断案件でもないんだけど、あの皆さんがねやっぱり健康でいてほしいし、元気よく長生きすることが大事だと思うので、ぜひ行ってください。はい、ということで今日は乳がん検診のお話でした。はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。